自分めっちゃ遊んだ。どうも夜の人はお願いします。チュッそうですね、汗かきます。あるあるやろ。あるある。でも水量エグ、でも食べる量エグ。どうだよ、ほらでもどんどんここの肉すごくなってる。でもどんどん顔しかくなってる。願い事。最初それ。今日はね、久しぶりにカンコレ前日ということで、カンコレ前日といえばの企画やっていきますか。そう、カンコレ前日といえばこの企画でしょという企画です。カンコレ前日といえば、はい、デートしていきたいと思います。そう、ありがとうございます。前日といえばデート、はい、でなんですけど、まあカンコレ前日といえばカップルがデートするじゃないですか。そう、絶対に、うん、前日以外はデートせえへんやろ、みんな。綿密まあ昔は何年も前か、まあ俺お前の楽しませてたやん、デートで。どん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 、もうすでに楽しんでもらってます。これ言うときエグいから。今日も楽しま、今日チルする。今日チル、あ、C 社とか言っていい。いろ、そう、あ、C 社とかいらない。何がおもろい、 C 社言って。いや、俺はみんな C 社面白み求めに行ってないから。何をしてんの、あれ。 C 社に別に笑いに行ってへんから。今日一夜を楽しませていけたらなと思います。とりあえず一夜が一番楽しいとこ言おうか。ゾフ、トノコンタクトが欲しい。ああ、コンタクトレンズ。タクシー、とりあえずアホタクシー止めたいと思います。止まりやがった、こいつアホや。面白い。かかった、言うの言うの、口の罠にかかった。かかったって止まってくれただけじゃ、読んで。すいません、よろしくお願いします。すいません、クーラー一番下の温度で風量マックスでお願いします。じゃあ、ゾフ来たんでね、牛丼頼んでいきたいと思います。カレー。ゾフといえばね、カレーです。ほうれん草ぐれ。関西弁言って。ほうれん草ぐれ。何言う。でも、最初のやつ言われて。お前やるぜ。ちょ、見やばない。俺好きやるぜ。食べた。ご注文ありがとうございます。すいません、つゆだくにしといてもらえますか。あ、つゆだくだくでひたひたにしと、あ、そうですね、もうひたひたにしといてください。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいな。はい、ありがとうございます。これにしようかね。メガネ屋さんのゾフに来たということで、うなぎ頼ましていただきました。そして、久しぶりのデートですね。今よりも最後当たってるで、夜は戻さない。うまっ。さっき言っとくで。めっちゃうまい。ほんまにさっき言うけど、マジで夜は戻さない。何を言われたの。好きやのカレーパンうまい。メガネ屋さんの牛丼が一番うまい。うん、でこれで考える。その分の金払え。はい、人の金払え。お前に払え。ほんまに払え。今の使っていい。うん。トノ。うん。うま。以上何やで。うん。一日出た。なんか。うなぎの日とかうなぎちゃん食べるの、イベントごとに結構やるタイプで、絵本巻きとかやってるの。うん、ママがやってくれてる。全部嘘。どっからお前で家族はおるよな。つけられた頃から嘘ついてたことじゃない。すいません、お水お願いします。嫌な方のゲップ。付き合ってた頃俺のゲップ振りかけた便に貯めてくれてたので。懐かしいな。貯めてた。貯めてた。俺の知らぬ声貯めてた。俺冗談もつもりやねんけど。貯めてた。貯めたんや。わあいつよ。便に。でもその便に開けたらさ、うん、次のとだと思った便に開けたんだよ。でも当時からまた新しい便買って。ほんまに。
がジップロック。みんな気分でいくの。ジップロック。水出てきた。そう、俺さ、ちょっとリアルな気持ちだったらいいやんのじゃあ一旦今からゲームセンター移動したいと思います。何言うかって、何言うかって、いいわ。なんともドラえもんのやつ。おい、キスおるからどんどん小さになっていってたよ。おドラマまでしちゃう。いや、ひどい。お前さ、こいつビビってる。ダセ、ダサ。お前ガチダサやん。こいつビビってるガガになる。なんでビビってるガガガになる。人の前に出えへん仕事ってこと。というわけで下着買いに行きたいね。あ、俺が選んであげるわ。あ、下着買いに行こうや。あの、おしくんとか穴開いてるとこでいい。キモ。世界一エロい下着。そう。うん。でもさ、普通にさ、最近な下着さ、伸びてきたりしてない。あんま持たへんねんか、下着ってな。何してんの、あんま下着持たへんて。お前何よ。伸びるねん。下着ちぎれるようなことしてる、お前。何をしてんの、お前。洗濯とかしてたらな。今下着ないねんね。1個で生活してる。え、まさか。え、洗ってない。いや、さすがやろ。俺さすがにお前の給料増やしてあげるわ。1ヶ月一緒のパンツ入ったら。いけ。お前、人おらん時本気出してくれや、お前。ドラえもん心にはどうなんの。そんなん言わへん。はい。まあ、やばい、うんち行きたい。え、お腹痛い。一旦図書館ね、大人のデートしたいんで、一旦ね、図書館移動したいと思います。どうぞ。うわぁ、タバコ吸われへん。だるぇ。今、プリクラ終わりました。お疲れ様でした。今日のデートプランどうでした。プリクラから、ね、まあ悲しかったですけども。悲しかった。うん。でも、お前がどのパンツ履いてるか分かったわ。一着はとりあえず。そんなんさ、もうどんだけ見てきてるの。でも、最新のお前のパンツ分かったわ。最新ってどうなの。うざ。というわけで、帰ってきました。家に今ね、2ヶ月半ぐらいかかりまして。長かったですね。もう見たくない。カンコレ前日の動画やったんですけど、もうカンコレから終わって 2ヶ月半ぐらい後に、家着きました。しんどかった。しんどかったですね。うん。もうなんか勝手に髪の毛とかパッていったくない。2ヶ月半歩いてたら、そうパッと起きたら、もう違う、うち赤やったもん。家着いた頃には赤やったのに青なってるね。うん。タンクトップやのになんか勝手にジュキヤさんがブランド着てるから。まあまあ、取り忘れたとかじゃない。決して分かってる、分かってるな。取り忘れたと思ってる人おる、逆に。いや、おらん。おるわけないな。おるわけない。取り忘れるわけないやん。そのまま家帰ってエンディング撮ったらいいだけの話なんやからな。取り忘れやん、さすがに。まさか2ヶ月半も動画エンディング撮ってないからあげへんかったみたいなことではないよな。ないっていうことだけは分かっておいてほしい。うん。あの、ずーっとパソコンにあって、あ、そういや、これ何の動画やろ、あ、エンディング撮ってなかったら撮った動画やって思い出したわけじゃないで。うん、そうじゃないことだから。ほんまちゃうで。さすがに。でも夜の人がらにファンの子は分かると思う。パソコンの隅の方になんか謎の動画があって、2回ダブルタップしたらパーンって開いて、なんやこれ、あ、エンディング撮ってへんかったから出せてなかった動画か。今日ついでに一恵とエンディング撮ろうと思って集まったわけじゃないで。違うで。そこだけちょっと理解してほしいところ。うん、びっくりした。うん、うん、あー、よかった、やっと出せたとか思ってるわけじゃないで。そうだよ、いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、高評価、コメント、アルバタン、よろしくお願いします。じゃあ、バイビー。